何やお前は。何すんねん。あんた、それを捨てたら後悔するんじゃねえのか。何やと？それ、入れ墨の下絵だろう。しかも、普通の図柄じゃねえ。なんであんたそれを。ひょっとして筋もんか。ま、近いところだ。兄ちゃん、うちに寄って茶の一杯でも飲んでけや。ついてこいや。帰ったぞ。お帰りなさい、師匠。わしの客人や。師匠、これ。あいつに見つからんようにしまっとけや。あ、はい。おい、何してんねん。あんたも早来いや。お客さん、どうぞ奥へ。ああ。これはうちの一家に伝わる竜の下絵でな、代々風振りを継承したもんにしか惚れんしろもんや。交流か。よう知っとるな。そう、四神の長と呼ばれる伝説の竜、交流や。
おう。おい。あん？いや。ちょっと。何？10年前、合田龍二を初めて見たとき、わしは衝撃を覚えた。この男はわしの生涯最高の下地になる男やと。そして代々伝わるあの竜を掘ることを決めたんや。せやけど筋彫りしようとした時、わしの手は動かんようになってしもた。そうなんです。だから私がその続きを師匠に代わって掘ったんです。これは、これがあのダブリさんの竜。俺はこの竜を背負ってから多くのものを得て、多くのものを失った。だが俺は竜を掘ったことも、今の自分があるのも全て運命だったと思ってる。あんたたちが合田龍二に掘ったことは間違いじゃない。桐生さん、力を持った人間はよく道を間違える。だから人間なんだ。だがその道を正すのはあんたたちの仕事じゃない。あんたたちを掘り師には、掘った男の顛末を見届けることしかできない。明菜さん、もしあんたに掘り師としての責任があるなら、風掘りを継承して龍二の行く末を見届けるべきなんじゃないのか。桐生さん、それじゃあな。桐生さん、私もう逃げません。五代目風掘りを継ぎます。
ありがとうございました。